三重県伊賀市の道の駅伊賀、名阪国道沿いにあり、多くのドライバーが利用しています。売り場には地元で採れた野菜などが並びますが、もう一つこの時期ならではのものが並んでいるんです。それはツバメの巣です。建物の屋根の狭い隙間に可愛いヒナが3羽いるようですね。巣はここだけでなく、こんな入り口の近くに今顔が出してました。使われていない巣も含めるとその数20以上。僕が気づいた時にはもう10年以上前ですかね。やっぱり居心地がいいのかなという感じですかね、ツバメにとって。日本野鳥の会によると、近年巣作りに適した家屋や餌場が減少し、巣の数は年々減っていることが分かっています。長年ツバメの巣を見守り続けてきた道の駅伊賀、去年感謝状が贈られたんです。助けるくらいですね。誤って落ちた場合とかですね、それ以外はもうほぼほぼ見守るだけですね。一方、見守りにはこんな形も。鳥の鳴き声が聞こえますが、一体どこで鳴いているんでしょうか。三重県鈴鹿市の市民センター、ここにちょっと変わった見守りをしている方が。こんにちは。この地域に住む大石さん、先月からあるものを見守っているというのですが。公用車の中に、小鳥が巣を作ってひなを育てているんですよ。車の中に鳥の巣、どこにあるんですか。ちょうどね、この辺なんですね。この辺ですね。あ、この辺ですか、あ、これじゃないですか。この中にあるような感じですね。車体の下をカメラで撮影すると、奥の方に木々が集まった巣のようなものが見えます。でも鳥のような鳴き声は聞こえてきませんでした。親が来るとピー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 鳴くんですけどね。その親鳥とはセグロセキレイ。巣に近づくなと警戒されているようなので、離れた場所から見守ることに。すると、あ、来ました来ました。車の下にも入りました。慎重な足取りでやってきた親鳥、果たして通過していきました、なんと華麗にスルー。警戒しているのでしょうか。さらに10分ほど見守り続けていると、先ほどの親鳥がですね、餌も持っているようです。戻ってきた感じですかね。まだヒナは鳴かないんです。そして次の瞬間、あ、入りましたね。親鳥が車の中に入っていったんです。すると、あ、泣いてるヒナが。待ちわびていたかのようにヒナ鳥が大合唱。一匹じゃない。実はこの車、先月末に車検に出したところ、車体からピーピーという声が聞こえてきたんだそうです。場所は車の下、奥深くの場所。そこに、あ、いた、いました。ヒナがいたんです。それが分かったため、車検を大急ぎで済ませ、
車をトラックで運んで動かさないようにしているのです。頻繁にあちこちらで巣を作りますね。これは車の中で作ったのは初めて見ましたけどね。この地区は鈴鹿市の中心部から離れた地域、野鳥にはとっても住みやすい場所ですが、猿に出くわすことが多いため、子育てに影響がない車の中に巣を作ったのではと考えられます。本来は公用車は使いたいんですけども、公用車は使うのやめとこうかと、このひながね、育つのを見守っていこうと。公用車は地域に出向いたり広報誌を配るときに使っていたということですが、ひなが育つまでは動かさずにこのままにするそうです。